風に吹かれます。あ、落ちる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 、社長つまみ出されますよこれからのね、珍道中をお楽しみに。こちらがね、京都駅の大階段ですね。こちら側には劇場もあるそうですね。これがグランドホテルのロビーです。あ、正面にはなんとなんとなんと京都タワーが見えますね。さあ、社長はこれからどこへ行くんでしょうね。なんか迷って、すごいおしゃれなデザインしてますね。わあ、広いな、高いですね。これが大井階段です。大階段の頂上まで来ました。相当高いです。しんどい。まだ上があるって。一番頂上、ハッピー広場に来ました。あ、ここから見えますね、京都タワー。京都タワーよりもちょっと低いぐらいかな。あ、社長見つけました。社長出れないですよ、そこ出れないですよ。はい、屋上からね、続いてますスカイウェイという通路ですね。さあ、ちょっと渡ってみましょうかね。あ、高いですね。駅前降りました。正面京都タワーですね。社長、こっち向いてください。あ、あれ、京都駅。はい、タクシーに乗りました。こう鴨川ですね。あ、鴨いますね、鴨。嘘です。八坂神社見えてきました。わあ、いっぱい人集まってますね。あ、社長、こんなとこにいましたね。祇園花月劇場に来ました。祇園に着きました。あ、ここにも社長いますね。社長、祇園で何してるんですか。あ、いろんな飲み屋さん見てますね。京都の大繁華街ですね。祇園を抜けると南座が見えてきました。もうちょっとね、四条河原町ですね。四条の方に着きました。四条大橋ね、今から渡ります。四条大橋渡るとそこがポント町です。あ、ポント町では何が待ってるかな。鴨川間近に見てます。ここはね、カップルがね、よくたまるとこだそうですね。僕もね、彼女を見つけて早くここに行きたいですね。ポント町着きました。結構狭い路地ね、入ってきます。お店に入ってきました。あ、ここにも社長いますね。社長、景色見てます。鴨川とかね、さっき言ったところね、ずっと見えますね。いないですかね、そのバーをやらせようと。もう1店舗だそうです。あ、そのなんかいいじゃないですか。その分バーテンガーなんかでね、使って。落ち着いたらいいですね、こういう雰囲気あると、店内綺麗ですね。お酒の種類がたくさん置いてあるから綺麗ですよね。なんか色とりどりですね。ポケットちょっと眺めながら、まあのんびり、ね、景色が最高ですよね。京都の一番繁華街が見えて、もし京都でやるなら英語喋れる人だったんですね。ああ、旅行来ますもんね、いろんなやつ。外国語喋れると言うと雅かな。なんで雅が出るんだという。佐野持ってんのかだろうと、なんかブーイング出てますね。トンビを見つけました。こんな間近で見れるんですね。あ、社長もトンビを見てびっくりしてますね。あ、飛んでます、飛んでます。ちょっと拾えないですね。外はもう夜景ですよ。綺麗ですね。さっきの景色がこんなに。ちょうど前。
ますか。もう一枚いきます。なんで赤いの作るの。赤いの作るの。赤いの作るの。はい、いい範囲だ。大丈夫、行きます。大丈夫じゃないですか、これで。なんか赤くなって。はい、いけ、オッケーオッケー。はい、自然です。もう一枚ね、はい、いけるかな、はい、いけるのかな。怖いですね。とりあえずいけるか。怖いな、これ。ちょっと待って、私のこと。はい。また送ってください。はい。京都の夜もあとわずかですね。これから社長帰るんですか、名古屋に。こんなこと言ってるから。今の何をしてたか分かんないじゃないですか。今何してたの。恥ずかしいな。じゃあここで。はい、お疲れ様です。あ、昼間通ったポント町ですね。夜はちょっとガラッと雰囲気が変わります。あ、社長見つけました。社長、こっち見てください。今日はここでお食事ですか。大星のステーキのセットを挟んで6品とお鍋のセットいかがでしょうか。あ、ここはね、昔置屋さんだったところですね。提灯がなかなかいいですね。おやおや、こちらを見るとあ、通り抜けできまへんって書いてありますね。通っちゃダメですね。社長、通り抜けできないですよ。通り抜けできまへんって感じ。初めに打ち合わせ欲しかったです、それ。そういう振りだったんですね、それ。はい、ここは三条駅です。そしてで、こちらが三条大橋ですね。祇園に戻ってきました。あ、向こうから誰か来ますね。あ、社長だ。社長、何してるんですか。散策。ここは結構京都らしいですね。ちょっとここってね、あの撮影でよく使うところなんですよね。あ、人力車がいますよ。人力車です。あ、ここ一番京都らしいですね。なんかお祈りして行った方がいいですかね。ここは辰巳橋のあたりですね。わあ、もう夜ですから真っ暗ですね。街灯がちょっとね、淡いんですよね。はい、祇園からね、ちょっと外れました。ちょっとお腹空いてきましたね。なんか美味しいもの食べましょう。あ、ここがいいんじゃないですかね。ここいいですよ。社長、バテてますか、もう。ご飯食べますよ、ご飯食べましょう。ご飯入りますよ。じゃあ僕もなんか京都らしくお箸がこう可愛いですね。細くて箸美味しかったです。ありがとうございます。じゃあまた来ます。ありがとうございます。お待ちしております。弁慶で有名な五条タワーと、五条タワーじゃないですね、五条大橋ですね。何を間違えたかというと、向こうに見える京都タワーです。今から新幹線に乗って名古屋に帰ります。社長、お疲れ様でした。バイバイ。
さっきからの3人いるのは分かりますよね。心くんです。成人式なんだって。はい、社長わざわざ心くんの成人式のために京都まで来ていただいてね、本当にご苦労様でございます。なんか一言。社長ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。という3人の珍道中でした。ちゃんちゃん。